はい。えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は、えー、ピュー将棋ね、やっていこうと思います。ということでね、行ってみましょう。よろしくお願いします。さて、んどうしようかな。まあまあまあ、えー、ここから行こう。で、えー、交換はしないで、戦いましょう。 えー、ただ、ここからどうするべきかはよくわかってないよということですね。うーん、そうだな王様をね、ちょっと、はじめから動かしておく。ど、どこに <laughs> そこがね、ちょっとわかんないんだよね。 いやだから一旦一旦角もトビさんも左に集めて王様は右の方に逃がすかそれでいこうちょっとこれでえこうしてみて <laughs> ただこっからどうすんだまあもう一歩先に逃がすか んでも真ん中ガンガン出てこられてるなこれもあんまり良くないのかどうだろうちょっと真ん中出てこられないようにしたいけど。おっとちょっと真ん中出てこられないようにしたいので、こっちも金銀を上に進めていってみるか。 まあただ相手のトビさんがえっとねちょっと移動しているのでどうするかまあここも前進してちょっと進めていきますかまあよく分からんけどこれで一旦前進は食い止めてるんじゃないか端っこもえっとつつかれたのでえこちらも進めておきますか さあえー、それでここからどうするべきだ王様がそっちに行ったそうね角はまだお互い元の位置にいるんだよねうーんそうだな ここをつつくとどうなるか。いや、あ取られてあんまりよくないのか。取られてあんまりよくないか。となると、こういう感じか。これ真ん中を固めて。真ん中を固めて。 そうね。まあ、こっちからかお逃げてきたへえそういうもんなんだじゃあ一歩進めてみるかケイちゃん来る俺も動かしとく俺もケイちゃん動かして 端っこつついた、えー、これは取っていいよな取られたら取り返せる、えー、そしてこれはとりあえず取りましょうかんっトビさんが端っこに今度移動してきたねこれはどうするんだ ちょっと俺の王様この位置嫌か <laughs> どうだろう <laughs> ここは、えー、一応両方守られてるのかこの位置をちょっと進めといた方がいいのかどうかだな一応進めとくかん銀が来るあーどうするこれこっちから いやーよくわからんなこっちから行ってみるか。ついてきた。これは取りたいかな。取りましょうか。えー、っと、まあ、守ってきた。ここああ、どうする まあ取られたくないか進みましょうか。あでも、そうなると、微妙か。うん。どうなんだ。そうだね。ちょっとこっちも、同じラインに行くか。 一歩下がってこれ一回はケイちゃんあるから追い出せるでしょあ違う相手にもあるのか <laughs> バカたれ <laughs> あでもこれで一旦前進できないかんそんなことないのかいや取られるかここああ そっかで今こっち行っても取られちゃうんだねあのー、桂馬で桂馬を取りながら裏返すと大手だから一歩遅いのかやっちゃったかこれは <laughs> これはまずいかとなると。 ちょっと控えて守るしかないか。失敗を認めて。こっ、あ <laughs> そうだね。失敗を認めて守るしかないか。ここかなうん、それは、えー、取る。取りましょう。はい、取る。切るのが良かったかな。 まあこれも取ってで一回追い出すか下がってきたえーそうしたら次はそうかこれどうなんだそっちに回す意味があんまりなくなっちゃった気がするな。 でなるとあーそうかこっちのけいちゃん進めていって反対側をまた攻撃してみるかこれはどうするこっちで取るか。 で取るそれはまあとるよね取りましょうでっぽが出てくるこれはねどうすればいい裏返されると嫌って話だよな そうだね。裏返されると嫌っつう話だけど、こいつで守るのもなぁ。まあ、でも今の位置にいるよりはとりあえず、右から突破を図るのはありっちゃありかただ、んまあこっち行こうか。で、えー、そこつついてくる。これは一旦こ、んこっち。 下がるか金で取るのもねどっちで取るかっつってもまあ一応3択まあ銀が下がれなくなる方が嫌って気がするのでえ下がりましょうか赤かおちゃん来るはあそういうことかあでポー置いてくるのか嫌なやつだなそれは。 そういういことねまあここに行ってみようかそしたらそうだよねそういう感じにするこれ下がる下がるそれは取る。 これはあーどっちかな前に進むのもあるのか一応トビさんで取れないもんねこれでもまあ前に進みましょうかはいこれどうしようここの形なんか気持ち悪すぎないか <laughs> この。 これ桂馬取るとでも銀取られるんだよなぁ裏返すかかおりちゃん2段目なら次裏返しうるから2段目で裏返しましょうかで、えー、こいつもこれだっ危ない よく見たら角がいるじゃねえか。<laughs> なんて野郎だ。気づかないんだよね、こういうの。気づかないんだよね、こういうの。危ないなーそうか。まあ、むしろじゃあ、こういう感じかなあ、なるほど。これだったら、裏返しながら、戦えるかな はい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 。えー、で、角の通り道を開けた感じか。これは取ってもいいのかなっていうか、まあ取らんとまずいか。崩壊するな。取りましょう。さあ、これでどうするああ、でもトビさん、嫌か。どっから行くえー、っとね。 そうか右の方でね2枚裏返してもとりあえず横に進めないんだこの二つなるほどなとなるとあこういうことじゃないこういうことだようんそれは取ってて大丈夫う それかお、えー、り,りちゃん取られたけどちょっと待って、ね、<laughs> そっか急に怖い急に怖いけどこれは左に避ける感じかな雰囲気ははい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 そうだね近くに。 いいると怖いけどね金近くに金がいると非常に怖いけどまあでもすぐなんとかな、えー、すぐ何かしてくるってこともなさそうだから反撃したいな角の後ろか取られないよね取られない確認しよう取られない大丈夫角の後ろにトビさんいきますか はい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 なるほどえー、っとねまあとりあえずこのままの形でとりあえずこのままの形でえー、どうしようかなそうかこっちからかなこっちから迫りましょうか。 じわじわこれは一旦裏返すかなるほどこれも裏返すそれともうんまあ一旦あでもそうか相手も銀と角が一応つながっててというか横には行きにくいのか ここを前進する方がいいかいっそそこ前進してどっちで取るまあこっちで取るかこっちで取るそれはえー、王様の逃げ道塞ぐのは嫌か だから今度は左かあーっとねそうだね今度は左か。そしてこれは桂馬を外しとくチャンスじゃない桂馬を外しとくチャンスな気がするので、えー、取っちゃいましょう。OK。そしたら。 これもだから、取っといた方がいいよな。言っ手かけてでも。いや、先にあれか。ここを外しとく方が不安はないか。で、えー、裏返られそうなこの辺を確実に潰しておく方が勝ちは近い気がするので、こうしましょう。 相手もなんかあれだな。もう残ってるこまで少しでも王様を囲、えー、固めるしかないんだね。OKOK。これ勝てそう。勝てそうな雰囲気がしてきた。これはあれか。ちょっと角で、角で狙ってんのか。角で狙ってんだね。えーとなると、むしろこいつか。 むしろこうしといてこれを、えー、取るはい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 なるほどなるほどこれはどうだろう取り返して、えー、取って取り返してになるより前進して角にぶつける 方がいいいんじゃないか角にぶつけた方が良さそうな気がする角にぶつけましょうななる <laughs> なりましょうこれはあそうか横の危機をなくすよってことだよね横の危機なくすよってことだけどまあ前進しておきましょうかはい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 これは角ゲットおこれいけそうじゃない いけそうな気がしますね。おいほいほいほい。これはなんかやる、かなり勝てそうな気,気配がしてきた。ただ、こっからどう勝つかだけど、まあ、裏返したいよな、一旦。えー、っと、ドラゴン2匹にして、で、じわじわ寄っていこう。ドラゴン2匹にして、じわじわ迫りましょう。これは多分ね、 いける気がしてるいける気がしてますねこれはまあドラゴンで取るさあ、えー、ここからどうするかここからどうするかここか ほいほはいほはい、はいなるほどそしてえー、っとねそうかここからどうするかだけどえー、っとねちょっと待ってこいつも活用するんだったらこれ一歩進めとくか。 そうねーあーでもここまで来たら裏返しちゃう方がいいのか裏返しましょうか一回さあ反復横跳びしかできないだったらこれはいけそうなけえいけそうだよ取りましょうで逃げてくるこれはえー、裏返す取っていいかな 取りましょう。オッケーよしよしよしなんか今回は後半かなりうまくいったんじゃない圧勝になったね途中から途中まで険しかった気がしたけどあやっぱグラフ悪いんだえー、下がってから上がっていくパターンですねまあ、ただもうちょっとね気持ちよくというかなんだろうな後半はねもうえー、っと なんていううだろうなもっときれいに取れてあったんじゃないのかなと思ってしまうような状況だったのでうーんそうだなあでもこの辺あでもグラフどうなってる <laughs> 一瞬上がった後下がったねはい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 あここら辺はまだちょっと悪いんだでカクンと下がったりもしてるただ赤い三角はまだ出てないねでこの辺から良くなったかはい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 なるほどねまあでもねなんとなくねあの だろうなちょっとあのー、ピオテイに倒させて参考にするみたいなのが役立った部分はある気がするなんかあのー、途中のね競馬の先に置かれてもあのじっと我慢して横に避けて取らないようにしてあのー、そうねそこから攻めていったりとか、えー、その辺ができて。 いた結果、こんな感じになったということだと思うんでね。まあ、この辺まで来ればさすがに勝ちでしょ。ちょっと時間はかかるかもしれないけど <laughs>、時間はかかるかもしれないけど、えー、確実に裏返して戦力を増していけば、勝ちだと思うので、はい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 。ま、あここで相手が、えー、投げてきましたよということですね。まあ、今の段階で王手なわけじゃないけど、 要するに、金取り返したら、まあ、竜で取っておくぐらいでも、えー、勝ちだよね、ということかな ?OK, OK. えーっとに、あ、一応赤い三角出てるから赤い三角チェックするか。これはあ、金前進したのが微妙と、あれ、そっちなの <laughs> それは、まあまあまあ、取ったら、あ、しかも避けるんだ。 これも、これを推奨してるのはよくわかんないけどね。あ、でもそっか、桂馬を使って取る手がありますよという話をしてるのか。はー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 そういう。おっとまあでもそういうことっぽいね。ああ、取れない。動けない。そうか、ここで。 しと、えー、める手があったよとだからこれ見えてないのはやっぱ反省すべきは反省すべきなんだろうねきっと。な,なんてだえー、っとちょっと待ってこれ桂馬を取ったら桂馬を逃がした手が、えー、要するに桂馬を逃がした手が次に取るぞの、まあ、リーチみたいな状態になってるってことだよね。えー、右側の戦力関係なくもうこれでリーチだよと。で右から攻められるとたまらないから相手は。 えなんかちょっと埋めて塞いでくるんだけどえここでだから1で2手3んちょっと待ってなんどう数えればいいんだちょっと待って <laughs>。えーっと要するにそこに入って1で2で3で4で5で6で7で8で9で10手111213まあ13って分かれば。 えっと、ここでフィニッシュできたはずなんだから、反省しろよという意味での赤い三角ってことでいいのかなこれは。多分そうだね。で、さらに、ここも赤い三角が出てる。ああ、だから、ここも仕留める手があるってことああ、はい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 。そこそれはええー、取る。 はい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 。取るしかない。そっちから来る。逃げる。取る。ああ、そうか。これでもう取れないし。えー、っと、動けない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 か。あ、ほんとだ。こっちはこっちでまたフィニッシュを逃してるということか。そうか。この形だとさすがに、もう攻め、何て言うんだろう。ゴリゴリ。 攻めていくことができるんだ、ね、へえなるほどなまあちょっとあれかこの辺とかはなんか特になんか赤い三角出てたりするような露骨に悪いあれはないからあでもここも推奨の手は別かちょっと見てみるかはいはい追い返して端っこつ、えー、つ,ついていくよと。 なるほどなぁ。ふむふむ。まあでもね、なんかとりあえずやっぱり最初のところは、えー、角をね、取り合わない方が、俺は勝ちやすいのかもしれないっていうのは、えー、なんとなくわかってきた。で、 王様をね、ちょっと、いつもね、逃がさずに戦っちゃうんだけど、やっぱ初期配置にない方がいい気がしてるので、えー、逃がす意味では、えー、戦力をね、片方に固めて逆サイドに逃げていくのがいいのかなとは思ったんだけど、まあ実際これいいのかどうかよくわかんないけどね。まあなんか中央に出てこられたから、えー、そこも対処したいなということで、盛り上げていったけど、この辺もね、だから、 本当にこれでいいのかはよくわかってない。ただ今回はうまくいったぞと。えー、そんな感じっすね。うん。実際どうなんだろうね。まあ、グラフ見る限りそんな悪くはない気もするけどね。うん、ただこれだとね、なんか、王様真ん中にいた方が守られているような気もするから、なんとも言えん気は、なんとも言えんな。どうなんだろう。 ってとこですかねうんはいえーというわけで今回はこれで終わりにしようと思いますありがとうございましたえーとねちょっと待ってとりあえず今回は勝てたので次回からレベル18のぴよゆきくんやっていこうと思いますよね今回はこれで終わりますありがとうございましたいいよいしょ